こんばんは。本企画の企画者、CCC エアトラボ磯ヶ谷です。本日は皆様、お集まりいただきありがとうございます。こちらの企画は、京都市主催の京都スティームの一環で開催しております。今回のゲストは、京都エクスペリメント共同ディレクターのジュリエット・レイコナップさんです。ファシリテーターは、ブックペックオーケストラ主催、ブックセレクターの川上さんにお願いしております。はじめにね、こう、ちょっと今日の課題図書の解説もしようかなと思ってるんですけど、まあ、まずその前に、皆さんね、一人ずつ、まあ、今日この名前で呼んでくださいっていうのと、言える範囲で、まあ、今どこら辺からつないで回すみたいのを、はじめちょっと順繰り回せればなと思います。僕がはじめに行って、ジュリエットさん最後にしましょうかね。はい。僕は、改めて川上と言います。よろしくお願いします。今日は、香川県の高松市からつないでます。僕はもともと東京なんですけどね、2拠点というか、まあ、今はなかなか移動が難しいので、香川にいることが多いんですけど、今日も高松市から、つながせていただきます。よろしくお願いします。じゃあ、はじめですね、僕からバトンを渡しますね。ジェオンさんでいいですか？あ、キソンです。あ、キソンさん。キソンです。キソン。はい。はい。キソンと申します。はい。今日は、まあ、京都の、京都下鴨修学館っていうシフトっていう生活者コミュニティがあるんですけど、その場所から今回つないでます。なるほど。はい。わかりました。キソンさんでいいですか？キソンで。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、キソンさん、どなたかバトン渡してもらっていいですか？はい。では、ホイクタス。石井さん。こんばんは。石井と申します。よろしくお願いいたします。今日は、東京からつないでますっていうか、東京だと広いから、もうちょっとお話ししましょうか。東京台東区にいます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、石井さん、はい、いいですか。バトンを渡してもらって。じゃあ、英子さんというか、町田さん、お願いします。はい。お願いします。よろしくお願いします。町田英子と申します。みんな英子さんと呼ばれることが多いので、英子で大丈夫です。はい。あと、私も東京の台東区におります。今夜よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、英子さん、またバトンをお渡ししていただいていいですか？はい。篠崎めみさん。はい。篠崎めみです。こんにちは。私は東京都の、はい、目黒区におります。今日は東京の方多いです。はい。篠崎さんでいいですか？はい。篠崎さんでいいですか？篠崎で大丈夫です。わかりました。よろしくお願いします。はい。お願いします。じゃあ最後バトンを渡していただいていいですか？はい。じゃあ、しささんでいいですか？はい。はいお願いします。はい、名前がちょっと吉見しさって言いまして、吉見が下の名前っぽいんですけど、吉見は上の名前、名字が吉見で、しさの方が下の名前です。漢字が紫っていう漢字に色彩の彩って書いてしさって読みますので、今回皆さんしささんって呼んでいただけたらと思います。で、場所は私も東京の、千代田区におります。もうなんか今ちょうどスカイツリーがこの辺に見えてるので、台東区の皆さんもきっと視界に入ってるかもしれない。よろしくお願いします。じゃあ、下さん、ジュリエットさんにバトンを。はい、ジュリエットさんお願いします。こんにちは、ナップジュリエットと申します。ジュリエットと呼んでください。私は京都にいます。共同ディレクターをやってる京都エクスペリメント の事務所から話しています、はい、背景はバーチャル背景なんだけど今年のポスターですなるほどありがとうございます。今日はね東京と京都の方ね、なんか割と毎回場所はそれぞれなんですけど、まあ早速ね今日まあ、話し始めていきたいと思うんですけど、聴講してる方でね、今日ちょっと、課題図書、目通せなかったっていう方もいると思うんで、まあ、簡単にね、初めに、この今日の、課題図書の、父と乱ですね、ちょっと簡単にこう、こんな内容でっていうのを僕は初めにちょっと解説させてもらえればと思います。これはね、まあ、もう、10年以上前のね、
あの川上美恵子さん の, あの小説で、あの確かこれで芥川賞を取られてて、で実はね、まあ、あのこ の, あの登場人物が、ね、出たあの小説っていうのを2年前ぐらいにもまた出たりしてるんですけど、まあ、今日は、ね、テーマ的にあのこちらが話しやすいかなっていうのでこちら選ばせていただいたんですけど、あの、まあ、これはね、あの、まあ、もう10年経ってるんですけどね、今手にしてもこうちょっと独特 の,、ね、あの感じというか異質さというか、でそれとともにね、まあ、今持ってあのリアリティがあるというか、そんな小説ですね。で、まあ、簡単にこう、あの、まあ、そのあんまりねネタバレっていうこともないんですけど、ちょっと簡単に内容を言うと、あの、まあ、このね主人公というか私としか書いてないんですけど、その東京に住んでる主人公のもとに、あの、まあ、大阪の方からね、こう主人公にとってのお姉さんですかね、お姉さん親子、あの母親と娘さんですね、まあ、母子家庭というのかな、がこう夏の間遊びに来た3日間の出来事みたいのを書いているんですけど、まあ、これがね、なかなかこう、例えばそのお姉さんはね、あのずっとこう、あのいわゆる豊胸手術っていうね、胸を大きくしたいっていうような手術をこうどうしたらできるのかっていうことにこう囚われているような感じ で、この娘さんもね、まあ、本当にもう思春期の娘さんなんですけど、まあ、それこそあの自分のこう成長する体への変化に戸惑ったりであるとか、まあ、あのそれこそこの親子もね、あのとても初め関係性が悪くてですね、あの娘さんはあのお母さんにね、こう、まあ、口を閉ざしていて、あの筆談というかね、ペンで紙に書くような感じでコミュニケーションを取っているっていうような状態 で、まあ、あのそんな親子とこう、まあ、中心である私っていうところで、あの3日間話は続いていくんですけど、まさにね、今回こうテーマがあの身体この思うままにならざるものを声と表現ってしてるんですけど、まあ、本当にねこの小説割とこのテーマを通して読むと、あのもう体に対するあの思うままにいかないかみたいなのがね、こういろんな角度から満載されているような小説で、まあ、あの本当にねこうストーリーとしてあるんですけど、いろんなポイントでそれぞれ皆さんこう自分の体験とこう重なるようなところがね結構あるんじゃないかなと思っていて、まあ、そんなところをね今日こう話しながら、まあ、さっき言って、まあ、初めにね言ったようにあくまでこうきっかけではあるので、あんまりとらわれすぎずでいいと思うんですけど、いろいろ話をね重ねていければと思ってます。で、あの初めにね、まあ、今回 この本ね、あのみんなでというか、あの元々でも提案していただいたのはジュリエットさんで、あのこの本をねちょっとこう選んだきっかけと、まあ、初めにね皆さんにこんな話あの今日ちょっとあの聞ければっていうようなところをねあのしていただいてから、こう対話スタートしていければと思います。じゃあジュリエットさん、よろしくお願いします。はい、選んだ理由は、いくつかあるんですけど、最近あの何ヶ月か前に一緒に働いている方が、川上美恵子のことを紹介してくださって、で、ちょっと調べ始めて、で、これが1個目読んだ、本なんです。で、川上さんが言ってた通りの2008年に出版された本だと思うんですけど、英語の翻訳は、2020年、去年に出たんですね。で、私、日本語力の問題で、日本語の小説を読むのがちょっと難しいので、英語で読みました。なので、一点としては、その英語訳と日本語の版が、ちょっと、違う部分はもちろんあると思うので、話してる間に、話がちょっとね、噛み合わないとか分からないけど、ちょっと違いますよねっていうところは、それを、私は英語訳を読んだっていうことを理解してくださったら、ありがたいです。で、まあ、そういうのもあって、英語訳は去年出たっていうことで、なんかその、まあ、英語の、文学としては、すごいなんか新しい、もの、でもあると思って、話題性はなんか、まあ、日本では2018年だったけど、英語訳は去年だったので、すごいなんか、日本から、まあ、世界的に見ると、日本から出てきたなんか、すごい新しい感じな、文学だなと思って、私はすごい読んで、個人的にすごい、面白いと思ったっていう理由もあって、選んだっていうこともあります。
なるほど。で、もう一つのちょっとテーマに結びつけると、うん、その私がすごい個人的なとこでこの本が好きだったと思った理由が、そのメインの主人公夏子、うん、私っていう方なんですけど、まあその一人称話者かな、その一人の人からずっと本語っていく本だと思うんですけど、その人の、インナーボイス的なことが、ずっと、がメインになると思うんですけど、なんか別になんかあんまり何も起こらない本、小説でもあると思って、でも、その物語の発展性っていうのが、やっぱりその彼女の、その声と、その疑問に思ってることとか、そのなんか考え方とか、そういうことを、なんか、読書者、リーダーとしては、それをフォローして、それがすごい、なんか、その人の考え方にすごいなんか、属して、なんか、発展していく物語っていうか、それが強さじゃないのかなって、思って、すごい強い、そこがすごいなんか、魅力的だなって思って、私はそれですごいページをなんかどんどんめくって、読みたいと思って、読んでいっていました。で、あとその川上さんがさっき言った体っていうことに対しても、体の、なんていうんですかね、本の中の説明とか書き方がすごい、面白いと思っていて、また、あとその、体とその自分の声の、体が他のものとして扱われているときとか、その自分の考えとか声と、出られない体とか、思うようにならない体っていう、そのなんか、体と声の分担みたいな感じなことも、すごい、感じるなと思っていて、その体と声の、分担っていうか違いっていうことに関しては、今年の、私が今共同ディレクターしてる京都エクスペリメントっていう、知らない方がいた舞台芸術祭なんですけど、毎年秋やってる、1ヶ月、やっぱ京都でやってる、国際舞台芸術祭なんですけど、今年の秋も開催する予定で、10月、1日から24日なんですけど、その今年のフェスティバルのテーマがもしもしっていうテーマで、もしもしっていう、テーマっていうかキーワードっていうふうにつけたんですけど、そのもしもしっていう言葉って電話で使う言葉とかなんだけど、その知らない人に呼びかけるための声でもあったり、そのもしもしっていうのは声だけを示してるっていうか、体が不在な時にもしもし、もしもしが表すことっていうのは、なんか体が不在であって声だけが届いてるっていうことでもあったり、そういう作品を扱っているテーマだったり、そういうキーワードがあることで、いろんな今年の作品がいろんな目線で解釈できるかなと思って、その体と声の関係性とかも、今年のフェスティバルに結びついてるなと思って、なるほど、そういう感じの理由で選びました。まさになんか長距離電話はね、ちょっとしてるシーンが確か小説の中に、そうですね、なんかジュレッツさん、こうまず感じたこととかでいいんですけど、なんかこう皆さんに、こう、はじめ、ちょっと ここら辺というか、聞きたいポイントみたいなのってありますか？うん。まずはその、読んでるときってすごい、その、主人公の夏子に、の頭の中にずっといるっていう、体験をする本だと思うんですけど、それ以外、その、緑子、娘さんの、娘さんの、
書いてる手紙っていうか、お母さんにその時話してないから、はい、全部考え方とかを、メモみたいな。メモで書いてるじゃないですか。だから、夏子の声が、まあ、最初から最後まであるんですけど、その、最初の半分は、その、子供のメモみたいなのが、うん、入ってくると思うんですけど、だから、そこだけが、夏子さんの声じゃないっていう部分だと思うんですね。しかにそのメモは話してない人の声を聞いてるわけだと思うんですけど、まあなんかその、インナーボイスっていうか、その二人の声を、そのキャラクターとしてどういうなんか共感できたのか、いやちょっとこれ、なんか全然わかんなかったっていう。なんか、そういう、なんか、経験、なんか読む側としては、すごい経験をその人の、なんですかね、はいはい、全部考えてることが書いてあるみたいな感じな、なるほど書き方の本になってると思うんですけど、その体験として、うん。聞いてみましょう。まずね、共感できたかどうかみたいな。まあ、これ、あとね、なんかこう、登場人物がほぼ女性なんで、はじめ女性からちょっと聞いてみましょうか。なんか、どなたか、どうですか？じゃあ、どうしようかな。じゃあ、篠崎さん聞いてもいいですか？ちょっと、ニコッとされて、はい、どうですか？なんかその、共感かどうかみたいなところで言うとね。そうですね。なんか、こう、ずっと、読みづらいくて、最初。うん、その言葉が、なんて言うんですかね。いわゆる小説の書き方と全然違うじゃないですか。なんか、その読みづらいところから、こう、なんて言うんだろう。だんだん気がついたら、自分が喋ってるんじゃないだろうかっていう、そこに私は身体性を感じたんですけど。なるほど。文章のあり方に。うん、なので共感というよりはやっぱりこう寄っていったなっていう感じがしますね。でも自分が同じような感覚を、例えば緑子のような感覚を持ってたかっていうと全然違うので、なんか改めてこう過去のことはい、としてなんか見たときにすごく俯瞰的に見てるような感覚。ああ面白いですね。ですかね。なんかやっぱり年のせいかわかんないんですけど、性に対してどんどん俯瞰的になってっちゃう自分がいるというか、そこはすごいどんどん体から離れてっちゃってる感覚があって、じゃあ私の性質なのかもしれないんですけど、こうなんかより俯瞰的に感じるんですよね、というふうに思いました。うん、なんかでもその、ね、年とともに俯瞰的にっていうのはちょっと面白いポイントですね。すみません、もう続けてください、どうぞ。そう、いや、そうですね。なんだろうな。あとは、あれですね、やっぱ親子関係、私もうちも娘がいるので、親子関係に関してはもうなんか、胸が潰れるような気分になって共感というよりは完全に引き込まれたっていうような感じですかね。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあどうしようかな。もう一人女性どっちかどうしようかな。じゃあシサさんいいですか。はい。私は実はこの作品を出版当初に読んだことがあって、その時は私18歳とかだったので、昔読んだ印象は完全に緑子に共感してたんですね。ただ今、この間めちゃくちゃ久しぶりに読んで、今31歳になったんですけど、今読むとどちらかというと夏子とか、お母さん、真紀子かな、の気持ちが痛いほどわかる、っていうので、なんか共感できた方です。なるほど。さっき篠崎さんもおっしゃってたみたいに、文章が、なんか、いわゆる書き言葉じゃなくて、話し言葉と書き言葉を混ぜたような、リズムも、なんか、普通のお手本とされるような主語述語にはなってなくて、どんどん話してるみたいに続いていくような、面白い文体なので、なんでしょう、時々関西弁が混ざってたりとか、本当にこの考え事をしている
なんだろう、時間軸で読めていける、なんかそういう不思議な体験をしました、うんうん、なるほど。やっぱり結構皆さんそのね、書き方というかちょっとまあ不思議なドライブ感があるようでありつつ、こうあのね、なんかあのまあなかなかこう切れないというかね、あので、言葉の使い方も独特なね、言葉の使い方もたくさん出るっていうところにね、気にあの反応している方多いなっていう感じなんですけど、ちょっと男性にも聞いてみましょうか。キソンさん、いいですか、ちょっと聞いて。はい。どうでした、なんか共感というか。共感は、共感というより、まあ、こう、わかるなっていう部分は、緑子、なんかね、こう読みながら緑子の話が、こう、どんどん入って、こう、まあ、共感っていうのか分かんないけど、どんどん入ってきて。ああ、娘さんのですよね。そうそう。それがね、なんかあの、例えば、まあ、僕在日三世なんですけど、あの、自分のその経験から見てる、なんていうか、見てきたこの認識パターンとかあるじゃないですか。うん、世の中をどう見てるかみたいな、はい、人をどう見てるかみたいな。うん、なんかこう自分のアイデンティティに重ねないでおこうっていう努力をしながら緑子の文章を読んでました。ああ、なるほど。なんかその自分に重ねようと思ったらいくらでも重ねられる言葉をずっと緑子が言ってるから、うんうん、なんかこうね、そのもうちょっとこう透明にあの読みたくて。なるほどね。バイアスが逆に変えからないように。そうそう。そうなんですよね。面白いですね。うん、なるほど、面白いですね。じゃあまあその逆に入り込みすぎないようにこう距離を、そうですね、ちょっと距離取りながら俯瞰しながら、こうでももうその登場人物の中ではもう娘の緑子にこう共感度合いっていうか一番、そうですね、はい、面白いですね。でした。なんか、まあ、今ねちょっと男性女性ちょっと聞いたんですけど、ジュリエットさんどうですか、なんか思ってたのととかいろいろ。そうですね、あの、篠崎さんがおっしゃったように、うん、その、 あの体からどんどん離れていった感覚みたいなのは、うんうん、その夏子と真紀子もそういう感覚が、うん、あるっていうことを言ってると思うんですよね。その体がどんどんなんか、うん、時間が経ってなんか年を取る中で、うん、自分と自分の体の間のギャップがどんどん、なんか大きくなっていくみたいなこともありますし、うん、まあ、緑っ子の場合はそのなんか、体がね、女の子から女性になっていくたびに体の変化が大きい時期の時に、すごいなんかそれを リジェクトしてるっていうか、なんかそういう風になりたくないみたいな、うんうん、だからそれぞれの3つのキャラクターもその自分の声と自分の体に感じられるギャップっていうか、なんか自分の体っていうものが他のものであるとかっていうのがやっぱり、面白いなと、今聞いてそうだなと、なんかその3人、本人出てくる3人もすごいそうだなと思って聞いてました。なんかそれぞれ面白いなと思いながらね、その、なんかこう、すごいこう共感、割とみんなどうかなと思ったら、その、年を取るごとにね、こう体からこう俯瞰していく感じっていうのは、なんかなんとなくこう読んでて感じたことをなんかこう言語化してくれたなって感じあったんですけど、皆さんなんかこうそういう体験というかね、なんか僕はちょっと銭湯のね、描写っていうのがあって、まあそれこそ、その緑子っていう娘さんはね、きっぱりといかないっていう、意思表示を、筆談を通してするんですけど、やっぱこう、銭湯に行くことのね、こう、意識するかどうかみたいなのって結構年齢にも比例したりとか、なんかそういう、こう、体との、まあ、な距離感みたいなね、そういう体験とか、こう、もしちょっと思ったことあれば聞きたいなと思ったんですけど、どうですかね、なんか、もし、まあ、出ればなんですけど、
石井さんとかちょっと聞いてもいいですか。なんかこうあの体とのまあその感じだけじゃなくてもいいですけど、うん、まず最初のなんか共感っていうところの話で言うと、まあ、僕も共感っていうより、まあ、読んでてめちゃくちゃ息苦しくなっちゃって、ちょっと過呼吸になるというかね最初に駅で待ち合わせをするシーンがあるじゃないですか。はい。で、あのシーンって、なんか僕の回想っていうか過去の回想とかだと、なんかこう、結構預けられてた経験があるんで、なんかそういうことをすごく連想しちゃったんですよ。ああ、なるほど。だからなんかそういったところでも息苦しさがあって、で、その、ね、先ほど読みづらいっていう話もありましたけれども、段落がなくてずっと続いていくので、なんかそこの中で成長の日だとか心の変化みたいなものが読み取れるのかなっていう意味では、こう、最初はすごく客観的に見てたんですけれども、自分でもこんなシーンあったなとかいうことで、その駅の匂いとかいろんなことを考えてたんですけれども、だんだんとこう読み進めていくうちに、どんどん苦しくなってきちゃって、なんか読みづらいを通り越して、ただただ苦しかったっていうところがあるんですけれども、なんか、ちょっとそういったところがまず思ったところですかね。やっぱりでもその、こう自分の体験とかがちょっと重なってきてっていうところなんですかね。そうですね。で、まあ保育とかもやってたので、なんか親子関係とかもすごく、いろんな親子も見てきたし、自分の親子関係とかも考えたりして、その思い通りにならないっていう部分の精神的な成長のとか変化の部分と、体の部分の変化っていうものとかが、まあ書かれている中で、まあ体って一つの、なんだろう、比喩っていうかね、そういう表現でしかなくて、まあ結局は心の変化っていうものを、なんかすごく描いているのかなっていうことをなんか自分の中で思ってたんですけれども、そういうふうに感じたからこそなんかすごくただただ苦しい小説だったなっていうふうに思いました。はい、結構ねこうそのさっきの文体の感じがねこうなかなかこう区切られないっていうことによってねちょっとその確かに焦燥感みたいなねこうそういった感じもなんかあったかなと思うんですけど、ちょっと一通りね A 子さんなんかこうまあ今の流れでもいいですけどどうでした？その読みにくい読みやすいといえばとても読みにくかったんですけど、なんかその体験的なっていうところを言うと、なんかこの3登場人物ともに自分の中にいたような気がしたというか、昔なんか感じてたことを年代別にこうで、どれもなんかちょっと自分としては嫌な感情だったなっていうのが私の体験というか、この本を通しての体験っていう感じでした。なるほどなるほど。なんかやっぱりこうちょっとね、まあこれ決して明るいね小説ではないかなと思うんですけど、逆にどうですか、なんか明るさを感じたみたいなところとかってここはみたいなのを感じたとかあります？台東区住民としては箕輪の駅が出てきてたのでなんかすごく近所な感じが、なるほど、その町の雰囲気と合ってるなっていうのはちょっと感じました。ああ、なるほど、その描いてる情景と、なんとなくそんな感じはすごい、上野からも近いし、あとすごい昔からの場所なので、なんか高い建物なくてアパートっていうものが結構多かったり、一軒家とアパートと商店街っていうイメージの街並みなので、なんか似てるなっていうか、イメージが合うなっていう感じでしたね。なるほど。意外とね、さっきも銭湯って言いましたけど、中華屋さんとかね、あ、そうね、そういう業者もね、